各国の共産党員らが集まる国際会議に参加するため、北朝鮮の代表団がロシアに到着しました。Could you please tell us what's the purpose of your visit this time? 30日、モスクワに到着した北朝鮮のキム・スギル平壌市委員長らは、ロシア共産党員の歓迎を受けました。キム氏らは来月2日からサンクトペテルブルクとモスクワで開かれる国際会議に出席する予定で、ロシア共産党の幹部らと朝鮮半島情勢について議論する予定です。今月に入って北朝鮮からは外務省幹部などが相次いでロシアを訪問していて、両国の友好関係をアピールすることでアメリカを牽制する狙いもあると見られています。